ベム64バス準拠のモジュールカードとハウジングベムバスはコンピュータのバス規格の一つであり、もともとはモトローラの68000シリーズマイクロプロセッサのために開発された。その後、多くのデバイスで使用され、IEC821、アンシー、IEE1014、e、から1987として標準化された。物理的には、 ユーロカードサイズの接続機構を採用しているが、信号接続は独自のものである。1981年の最初に開発され、今日でも広く使われている。1979年、モトローラは6万 8000CPU を開発していた。技術者の一人、ジャック・キスターは6万8000システム向けの標準化されたバスシステムを作り、バーサバスと呼んだ。その後、 ジョン・ブラックが加わり、仕様を改善して、バーサモジュールという製品コンセプトを作り上げた。モトローラの欧州部門のスベン・ラウト、マックス・ローゼルは、機械的仕様を追加して、ユーロカード規格を活用するようにした。その結果完成したのが、最初のバーサバス E であり、後にベム・バスと解消された。その後、多くの企業がこの規格を使用するようになり、すぐに、 IEC において IEC821 ベミバスとして標準化され、アンシーと IEE においてアンシー、IEE1014、e、から1987として標準化された。当初の標準は16ビットバスであった。既存のユーロカードのコネクタに収めるためである。しかし、その後何回かの拡張を経て、現在のベム64では 6U カードの64ビットバス規格と、 三遊カードの32ビットバス規格がある。ベ e m 6 4の標準的な性能は 40MBS である。その他にもホットスワッピングを規定したベ e m 6 4 x や小さなカードをベ e m バスカードに接続する機構、各種接続規格とベ e m システムとのリンクを実現する規格などがある。1990年代終盤。 同期型プロトコルが好ましいと思われるようになり、ベ e m 3 2 0と呼ばれる研究プロジェクトが開始された。ビーーーースタンンダーズオーガニゼーションはム e m 3 2 6 4のバックプレームを変更せずに、同期型プロトコルを動作させる新しい標準を求めた。1999年、新たなニアストプロトコルが、a n s i ビータ一 i 1 5として承認された。ベ e m スはまた、 非常によく似たベキシーバスや VPX の開発にも使われた。ベムバスは68000の持つピンをそのままバックプレーンに出力したようなものである。多くの場合、これは良い設計とは言えない。バスを使えるチップセットが限られてしまうからである。しかし、68000は32ビットのフラットなメモリモデルを持つことが特徴であり、 ベムは68000ベースの設計ではあるものの、68000の設計が汎用性が高いために広く使われるようになったのである。ベムはデータとアドレスそれぞれに分離した32ビットバスを持っている。実装としての MC68000 自身の物理外部バスとしては、アドレスは24ビットで、 データは1 6ビットであるが、アーキテクチャとしては68000は3 2ビットであり、BEM の設計者はシリーズの将来のプロセッサでの完全な3 2ビット実装を見据えていた。どちらのバス幅にも対応するため、BEM では2つのユーロカードコネクタ P1 と P2 を使用する。P1 には32本のピンが3列あり、2 4ビットのアドレスバスと1 6ビットのデータバス。 その他の制御信号などがこのコネクタを通る。P2 にはもう一列のピンがあり、残りのアドレス8ビット分とデータ16ビット分がセットされている。バスを制御するため、9本のアービトレーションバスが使用される。すべての通信はバスにセットされたアービターモデュールカードが制御する。ラウンドロビンと優先順位方式の2種類の調停モードが用意された。 調停モードに関わらず、カードはバスマスターになるために4つあるバスリクエスト線のいずれかをローにする。ラウンドロビン調停の場合、バスリクエスト線 BR0BR3 をほぼ同時にローにしてバスマスターになろうとしたカードがあった場合に、調停モジュールはこれらをラウンドロビンスケジューリングで順次バスマスターとするよう調停する。優先順位調停の場合、 BR0BR3 には固定の優先順位が割り当てられ、調停モジュールは最も高い優先順位でバスマスターになろうとしているカードをバスマスターにする。調停モジュールがどの要求を受け付けるかを決定したら、対応するバスグラント線をアサートしてバスマスターの権利を与えることを通知する。複数のカードが同時に同じ BR 線でバスマスターになろうとしていた場合、 調停モジュールに近い方が優先される。バスマスターとなったカードはバスが使用中であることを示すため、バスビジーをアサートする。この時点で最初に要求を出したカードが、バスの使用権を得る。データを書き込むには、アドレスとデータをバスに出力し、アドレスストローブ線と2本のデータストローブ線をローに、して、データがレディ状態であることを示し、書き込み線をローにして、 処理を実行する。データストローブが2本あるのは、その組み合わせによって、データサイズを指定するためである。指定されたアドレスを持つカードはデータを読み込み、データトランスファーアークノーレジゼンをローにして、完了を知らせる。データの読み込みも、基本的には同じだが、カードが最初に、アドレスだけを、バス上に出力し、READ ピンを引く。他のカードはそのアドレスのデータを、 バススに出力し、デデデーータタトローブを引いて、データがレディであるこ,とを示すこのような信号方式は非同期であり PCI のようなバス全体のクロック同期が存在しない。ブロック転送プロトコルにより複数のバス転送を1回のアドレスサイクルでできるようになる。ブロック転送モードでは最初の転送にアドレスサイクルが含まれその後の転送はデータサイクルだけとなる。 スレーブはそれらが連続したアドレスに関するものであると解釈する。マスターがバスを解放する方法は2種類ある。リリースウェンドーンでは、マスターは転送が完了した時にバスを解放し、次の転送の際には再度調停が必要となる。リリースオンリクエストの場合、マスターは転送が終わっても無事をアサートし続け、バスを保持し続ける。ローでは、バスクリアーが、 他のカードによってアサートされるまで、ゲームマスターが制御を握り続ける。したがって、一度に多量のデータ転送が必要となるようなカードでは、性能を最適化しやすい。これにより転送の霊天使が減少するが、他のカードにとっては逆に霊天使が大きくなる。ベムには割り込みバスも存在し、割り込み要求線は6 8 0の7種類の優先順位付き割り込みに対応している。 割り込みモジュールは、これら割り込み要求線のうちの一つをアサートすることで割り込み要求を発生させる。バス上の各モジュールは任意の割り込みを発生することが可能である。割り込み処理モジュールが対応する優先順位の割り込み要求を検出すると、割り込み処理モジュール自身が上に説明したような方法でバスマスターとなる。そしてアドレスバスに、 いく線の番号を二進数にしたものを出力することで割り込みベクターを読み取る。また、アイク線をアサートし、ステータス、ID を読み取る。ステータス、ID を返すのは割り込みを発生したカードである。割り込み制御モジュールは、このステータス、ID を使って適切な割り込み処理ルーチンを呼び出す。ベムでの転送はすべてドマであり、各カードがマスターにもスレーブにもなる。 このあたりのコンセプトはバス規格によって様々である。例えば、イサバスでは既存のチャンネルモデルを使っている。すなわちホスト CPU が全ての通信を制御する方式である。その点、ベ e m はコンセプトとしては非常に単純であるが、そのために各カード上に複雑なコントローラを必要とする。現在ではベ e m は各種 CPU バスをサポートしている。 インテル X86 HPPA リスクモトローラ88000パワー PC などである。ありがとうございます。